今日から新潟市による見なし仮設の受付が始まっています。新潟市によると、見なし仮設とは、条件を満たせば民間の賃貸住宅に家賃が無償で入れる制度です。対象となる条件や入居期間などを詳しく見ていきます。まず必要なのが、震災により建物がどの程度被害にあったかを証明する罹災証明書です。これにより、 賃貸住宅の入居期間が違ってきます住宅が全壊している場合や、半壊以上でやむを得ず解体する場合は、入居日から最長2年間、また、半壊以上で修理期間が1ヶ月を超える見込みの場合は、8歳から最長6ヶ月ままでで入居できます入居する賃貸住宅ですが、無償となる家賃には上限があります。 二人までの世帯は6万円まで、三人から四人までの世帯は8万円まで、五人以上の世帯は10万円までとなっています。ここで気をつけなければならないのが、この金額を超える家賃の物件は対象外になるということです。例えば、二人世帯で6万3千円の家賃は対象外となり、全額が自己負担となります。超過分を個人で負担することもできないということです。 さらに家賃以外にも家賃2ヶ,月分2ヶ月分以内の資金や家賃1ヶ月分以内の礼金損害保険料や鍵の交換費用なども市が負担します一方高熱費や駐車場料金庁内会費などは入居者負担となるということです